はい、今回はですね、長野県下伊那郡阿智村にね、います。今ここはですね、A コープラック阿智店ですね。で、信号がここね、春日っていうね、信号にね、なります。今からですね、まあこのですね、花桃街道を通って、まあこれが国道153号線ですね。を通って、鬼怒神温泉のね、花桃をね、見に行きたいと思いますね。まあこの辺もね、花桃が結構咲いてますね。でもまだまだ、つぼみもありますんでね。まだまだな感じですよね。どうでしょう、ゴールデンウィークぐらいにはね、ちょうど良くなるんでしょうかね。今日が4月のね、21日ですんでね。はい、じゃあね、これまっすぐ行くとですね、国道ね、256号線にね、なりますね、もうじきね。ここら辺からですね、これをくぐるとですね、はい、じゃあここからがね、256号線になりますね。まあ、花桃街道ですね。で、昼神温泉までね、行ってみますね。結構この道だけでも結構楽しめるぐらい花桃が咲いてますね。はい、じゃあそこね、その辺だったかな。ね、もう見えてきましたね。昼神温泉がね。今トラック出ようとしてるところですね。ここをね、ちょっとね、左折してみます。さあ、まあデータによると散り始めでしたけどね。まあこれぐらいならまだ満開と言っていいぐらいの散り始めですよね。本当はね、4月14日から18日までがね、満開だったんですけどね。まあ散り始めになって3日目ですね。それでもまだね、だいぶ残ってますね。じゃあどんどんね、登っていってみましょうかね。ちょっとね、どんな具合か。まあちょっと高いところの方がまだ残ってるっていうか、まあまあ残ってますけどね、まだ咲いてないぐらいのところもあるのかな。この辺は桜ですよね。まあ散った様子でもない感じですよね。まだこれからのような感じの場所もありますよね。まあ全体的に下の方はね、まあ満開をピーク超えたところなのかなっていう感じですよね。さあ、じゃあちょっとね、ここからまた下りますんでね、Uターンしてね。まあこのまんまですね、
花桃の里の方までね、行ってみたいと思いますね。先ほどの256号線まで出てね、そこを左折するとですね、月川温泉の花桃の里にね、なりますんでね、そちらの方もね、行ってみようと思います。まあ、五分咲きでしたね、そっちはね。なんで、花桃の里のね、月川温泉の方が、だいぶちょっとね、時期がずれるみたいですね。なんで、14日ですんでね。まあ、1週間ぐらいずれるんですかね。開花、満開の時期がね。そんな感じでしょうかね。この川沿いが結構ね、絵になってるのかな。よくね、昼神温泉のね、ところを見ると、これがあっち側でしたかね。確かそうだと思いましたね。右側がね、結構ね、密集しているんですよね、あの辺がね、花桃のところがね。まあサムネームでね、使いましたけどね、ここの密集しているところね。はい、じゃあね、ここがね、256号線になりますんでね、左折します。でまた花桃街道をね、しばらくちょっと走っていきます。まあ、あの辺もちょっと行ってみたかったですね。橋の向こう側もね、あそこもちょっと密集して咲いてますんでね。さあ、そこをね、曲がるとね、花桃の里をね、に行きますんでね。さあ、それではね、今回のね、動画はね、以上になります。で、続きましてですね、また花桃の里の方ね、動画をね、作ったらね、アップしたいと思います。